まあ、というか、うん、皆さんの、活躍ぶりを、やっぱりいつも通り、1年ちょっと空きましたけども、いつも通りやっぱりこのとてつもなく体を張った VTR を撮ってきていますしね、やっぱりなかなかここまで振り切るアイドルはいらんなと思って見ておりました、芸人でもためらうようなレベルのことを、多々やっておりますので、やっぱそれがすごいなと思いますね、普通誰か止めんじゃないかっていう確かにね、よくあれをやってあの素材を取ってきたなっていうもののオンパレードでございますので、素晴らしかったですね、じゃあ馬場さんから、一応チームリーダーはいたんですけれども、そのアシスタント役としてこう脱出ゲームを初めてやったんですけども、みんな結構ね寒い中こんなんていうんですか、薄いじゃないわ、素足にこうミニスカートでね、震えながらやったりとか、あとはジェットコースター乗れない子が頑張って乗って、3回目でなんと正解を見つけたのか見つけないのかとかね、いろいろ言ってしまうと結果があるので、まあなんか本当にみんなの努力を垣間見れて、すごく楽しかったです。そうね、はい、こんなミニスカートの人たちが誰一人うろついてなかったもんね。そう寒いだろこれ。この季節的に、やばいでしょ。あとクリスマスっていうことでね、僕クリスマスイブは昨日後輩芸人と過ごしたんですけども、アイドルとこうクリスマスを過ごしてよかったです。仕事でも、はい、いつら仕事といえど、はい、なるほど。楽しんじゃってんだ。内心ちょっと嬉しかったです。いやアイドルと過ごして言えるしね。言えます。アイドルと ややこしいわそんなこと言ったら。あまあイブは忙しかったけど、イブはアイドルと過ごして。まあそれ以外に。年前ね。年芸見てさ。年って言えるのは事実だからね。はい、いやもうまあ、もうロケの VTR から相当頑張ってきててみんな、で年々きつくなってますね、やらされてる、やってくるその内容もすごかったもんね、岩田ちゃんとかね、楽しかったですね、なんか一川も二川も見ててね帰ってきてますしね、謎解きの方も、もうこうね、芸人がよくつける GoPro ってあるんですけど もう鼻水出しても正解させるって言ってたんで気合がすごいですね、皆さんの、ね、根性がすごいと思いました、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日アシスタントをしました山田さん、あ、はい、はい、なんかアシスタントをしてる人がなんか卒業していくみたいな話を最初に聞いて、ジンクスがあってね、はい、ドキッとしたんですけど、いや、まだまだまだアシスタント未熟だったのでもっと頑張りたいと思います、はい、あとなんかすごいアシスタント役でまだ見れてないので出すゲームがどんなんだったのか、なのでオンエアがめっちゃ楽しみです。そうだね、はい、ただ結末がねとんでもないですけど、ね、結末だけ すごかったですね、はい、結末ははい、じゃあ太田さんからお願いします。じゃあちょっとやったね、メンバーのね、そうだね、リーダーチーム太田は出すゲームを全員未経験で本当初めてのことだったので全員よくわからないのがやったんですけれど、みんなで力を合わせつつ、ババさんの力もお借りしつつ、本当に楽しい一日だったので、なんかこれで良かったなと思っています。えらいね、ちゃんとね、衝撃の結末だったんだけど。いや、そう衝撃でしたよ、最後は、ね、マジで。前代未聞。はい、最後はなかなかないよね。ですけれども、これでも良かったと思える一日です。あ、素晴らしいね。そうですね、ロケでは結構乾杯してたんですけど、この最後の脱出ゲームの方でなんか逆転ちょっとできたりとかドラマがあったので、すごいそれを楽しみに皆さんに見てほしいなと思います。楽しかったです、ロケでのそのね、へっぽこぶりというかねロケでは全然活躍できてなかった。ロケではもう本当に手も足も出ませんでした、ね、ダサさんも多分分かってたやろうなと思うんですけどね。そうですよ、ね、運動神経悪いメンバーをわざとこっちに集めたりそんなのないよ、そんなのないって、そういうまた考えがずるいよね、じ